イーストロサンゼルスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部に位置する都市。ロサンゼルスの東隣に位置する。また、ロサンゼルスの東側一帯の地域を指すこともある。しばしばイースト LA、イーストロス、また、スペイン語で、エルエステとも呼ばれる。イーストロサンゼルスは正式な市ではなく、CDP と呼ばれる、統計上の地域である。 人口は2000年の国勢調査時で124,283人、2006年の推計では134,283人に増加している。イーストロサンゼルスはインナーシティに形成された人口密度の高い住宅地である。住民の所得水準は低く、総人口の1、4以上が貧困状態にあり、特に18歳未満においては、 その35%が貧困線以下の生活を送っている。また、同、CDP の人口の99%以上はヒスパニック系である。一方、イーストロサンゼルスの北に近接するロサンゼルス市北東部の諸地域ではジェントリフィケーションが進んでおり、平天系白人の中流以上の層が多く住んでいる。スペイン人による入植が始まった時代、この地には、 聖ガブリエル大天使ミッションが建てられた他には、いくつかの農場が広がるだけであった。1875年、サザンパシフィック鉄道が開通すると、この地域で大規模な開発が始まった。その後30年にわたって、急速に発展していったロサンゼルスのダウンタウンからの路面電車がこの地域に延伸され、交通が整えられていった。この地域内のモンテシトハイツや、 マウントワシントンは、当時はダウンタウンを見下ろす丘の上に、地中海洋式の高級住宅が立ち並んだ、裕福なコミュニティであった。一方、庶民はエルセラノやシティテラスに多く住んでいた。イーストロサンゼルスは、ヒスパニック系やラテン系が集中する地区として知られているが、その沿源は20世紀初頭に遡ることができる。 これらのラテン系の住民の多くはメキシコからの移民とその子孫である。しかし古くはこの地域にもラテン系以外の住民が住んでいた。1930年代に入ってロサンゼルスの西側の開発が進むまでロサンゼルス北東部にはヒラテン系の白人が多かった。イーストロサンゼルスの西に隣接するボイルハイツには第二次世界大戦前にはセルビア系ユダヤ系 日系が多く住んでいた。リンカーンハイツにはイタリア系が多かった。これらの民族グループは第二次世界大戦が終わると郊外へと移り住み、イーストロサンゼルスやボイルハイツにはラテン系のスラムが形成されていった。1950年頃までにはこの地域は少数のフィリピン系を除いて住民のほとんどがメキシコ系で占められるようになった。イーストロサンゼルスでは ヒラテン系白人とラテン系との民族間緊張が高かった。第二次世界大戦中の1943年に群発的に発生した暴動、ずーっとスーツの暴動では、その暴力的行為の多くがダウンタウンのみならず、イーストロサンゼルスにおいてもなされた。やがてヒスパニック系、ラテン系移民の2世3世と呼ばれる世代はイーストロサンゼルスを離れ、 南カリフォルニアの各地に散らばっていった。こうした動きは、第二次世界大戦が終わるとすぐに始まった。これらの世代の住民のうち、社会的地位が上がり、収入が増えた者たちは、オレンジ軍やサンフェルナンドバレーなど、中流層の住む郊外の住宅地に移住していった。その一方で、メキシコや中米からの新たな移民は、イーストロサンゼルスの低所得者層地域に住み着いた。 1970年代以降、ヒスパニックラテン系の移民は、イーストロサンゼルスのほか、それまでは、黒人の多かったコンプトン、リンウッド、ワッツにも移入してくるようになった。一方、これらの都市、地域では、フィリピン系や中国系が移入し、ラテン系が転出するという現象も見られた。1990年代後半に入ると、イーストロサンゼルスの北に広がる。 中流層の住宅地を中心に、ジェントリフィケーションが始まった。グレンデールとパサディナの間に位置するイーグルロックには、平天系白人の中流層、上位中流層が流入し、高級住宅地が形成されている。その他、イーストロサンゼルスに近接するロサンゼルス市内北東部の地域でものきなみ地価が上がってきている。イーストロサンゼルスは、 北緯34度1分53秒整形118度10分7秒、北緯34.03139度整形118.16861度、34.03139-118.16861に位置している。ロサンゼルスのダウンタウンの東に隣接している。アメリカが州国統計局によると、イーストロサンゼルスは総面積19.3。 キロ平方メートルである。その全域が陸地であり、水域はない。以下は2006年の推計による人口統計データである。基礎データ人、種別人口構成年齢別人口構成世帯と家族収入と家計、ありがとうございます。